こんばんは。イエイ。帰り帽子かぶってたらもう前はぺっしゃんこになっちゃった。こんばんは。お元気ですか皆さん。あやみんです。こんばんは。こんばんは。寒かったけど途中は全然みんなの方が寒かったと思う。そう途中まで、ね、最初の方ねで鼻すすってた。えねキリン可愛かったよね衣装。なんか鏡ないんだけど。こんばんは。フェス来てくださった方ありがとうございました。めっちゃ寒かったよね。絶対寒かったですよねフェス。ありがとう。どこへ行ってみようかと考えてみたけれど、あの風に乗って雲を横に。こんばんは。たくさん写真撮ったよ。みんなで寒さに耐えながら写真撮りました。やっぱせっかくのさハロウィン衣装だからさ、みんな撮りたいじゃないですか。やっぱみんなふーってなりながら撮りました。みんなはどの動物推しですか。キリン推しですか。あやキリン、ゆっキリンさんの衣装でした。そう七瀬さんもねこの前キリン着てて、私ね方向園七瀬さんと衣装一緒なんですよ。そう七瀬さんと同じ衣装になることが多いですね。ぶっちぎりのキリン推しです。最高。今日は巻き下ろしにしました。ここにね三つ編み垂れてるんですよ実は。ほらあんま分かんないねこれだと。あねやっぱフードのメンバーが結構あったかそうだった。まあね、でも寒いと思うけどね。明日波動か何にいればいいですか。あのさ投げ方知ってますか。20、140、140って投げ方。ちなみに私は段数とシールドに欲しいかな。巻き下ろしかわいい。本当巻き下ろしだったよ今日。最初さ三つ編みのつもりだったんだけど、なんかさここにさまずキリンの角があって、ここにキリンの耳があってさ、ここにもこう三つ編みがあったらなんかあれかなって思って巻き下ろしにしました。メイクさんに決めてもらいました。そうストレートか巻き下ろしどっちがいいですかねって言って、巻き下ろしかなって言って巻き下ろしにしてもらって、で両耳かけか片耳かけどっちがいいかもそのメイクさんに決めてもらって、三つ編みをどっからこうやるかっていうのもあのメイクさんに決めてもらいました。いつもね私の可愛い三つ編みを作ってくれるくださるメイクさんなんですけど、キリンさんですよ。キリンさん、そう前髪が潰れちゃったけどね。ダンスとシールド、明日さ私推しじゃない人もさやっぱ応援してほしいよね。あのエナジー投げてほしいよね。でもエナジーのさレベルが上がるのが多く必要になったらしいのよ。だから結構大変らしい。そうだからみんなねこの前思ったのよ。いつもみんなさ2とかいきなりレベル2まで行ったりとかしてるのにさ、みんな全然上がってなくてさ、まだ1だったりとかしててさ、なんでって思ってさ、
したらそう、レベルアップするために必要なエナジーの個数がね増えたらしい。大変。皆さんぜひ応援してください、よろしくね。さすがに楽しすぎた、本当にありがとう、よかった。雨の中じゃない寒い中来てくれてありがとう。キリンが一番可愛い。ボールは2回に分けて渡せばいい。そうだね、なんかもう1回戦目で余裕勝ちとかだったら1回戦目押さえておいた方がいいかもしれないけど、そんなこともないじゃん多分。キリンの格好で物食べてるのかわいすぎる。あ、そう、トイレ食べました、牛タン。エナジーやっぱり20、140、140の投げ方でいい。そうだね、うん、だいたい多分1回戦目はそんな相手もフルで投げたとて100個で投げたとてそんなに多分あの力の差は変わんないから、だとしたらそう最初は20でもいい気がする。でも20だとさ1個もレベル上がんない可能性とか全然あるんだよね、全部レベル1のまんまみたいな。まあそれはしょうがないね。フェスはお弁当は出てないけど、あのね屋台のものをいただけました、ちょっとで牛タン食べたの。他のチーム施設からもボールをいただこう。そうだね、ちょうだいってこんばんは、こんばんは、夢見色し、今日ミスさんの生誕祭だったよね。あ、そう、1日僕隊出ます、かおりちゃんの生誕祭、誕生日の前日、私の。そう、え、しかもゆいりさんとも初めて一緒に出れるんですよ、超楽しみ。かおりちゃんのことをお祝いしたいと思います。スタッフさんが回ってきてくれた、そう買いに行けなかったからね、私たちは。楽しんでね、うん、こんばんは、こんばんは。早見の生誕祭も近いかなと思うとさ、うんうん、なになに、こっそりかおりちゃんの生誕祭申し込んじゃって誰かな。いや、あ、あ、う、あかおりちゃんハニハムだから羊だったのかな。羊でしたね。今日はありがとう、こちらこそありがとう、見えてたよ、可愛いです、好きです、ちーちゃん、ちーくん、ちーちゃん、ありがとう。お、今日自分の誕生日です。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear 鍋ちゃんHappy birthday to you. おめでとうございます。おめでとうございます。素敵な一年を。ハミン、ハミン、ハミン。ハミンに勢ぞろい。そうだね。もうすぐ誕生日です。もう一週間。今日でちょうど一週間なんだよ、誕生日まで。やだ!21 歳でいさせて、まだ。エミの生誕祭行けないから絶対お電話見る、うん、見て、15日の波動投げてみました。お、そう、皆さん15日も私波動出ることになったので、まさかの2連ちゃん、2連ちゃんではないか、次出ないから。次出たかったな、なるさんの誕生日の日、1月8日当日に会えたかもしれないんでしょ。会いたかったです。そう、15よろしくね。メグさんと七瀬さんとだよ、楽しみ。波動いっぱい、みんなぜひ来てね、応援しに来てください。やだやだ、誕生日迎えるの、え、お祝いしてもらえるのは超嬉しいけどね。ツイッターとかめっちゃみんなお祝いしてくれるじゃん、リプとかでさ。そう、レナは超嬉しいけど、でもね、年は取りたくないですね。あゆみちゃんの生誕祭何があっても行きたいです。うん、嬉しい、来てね。まだ全然日にち決まってないけど、でもやっぱみんなさ、生誕ティーが届いてからの方が良さそうな感じはあるからさ、ってなると
20日20日以降とかなんだよね多分。そう1週間前なのよ。今日の演者さんに中二がおった。いい花火。わな、なんだこれは。なんですか花火って。あ、コウモリのやつなんだ。すごい。ありがとうございます。波動たくさん参加してからどんどん上達するのかな。してるといいんだけどさ。でもなんか結構さ、波動みんなもさいっぱいやってるからさ、そうみんなも一緒に上手くなってってるからね、強そうみんな。15日の相手マジで強え、マジでさもうさ A がまずナーオンさんがいて、で K に小田もぎさんがいてみたいな。B もめっちゃ強そうだった。みんな強そうだった。そんな負けちゃうよ。だって結構エナジーとかがさ大事だからさ、やっぱボールとかが。でもボールはさ、そっか、チームによって入る人数同じだもんね。他のチーム席で応募しない限り、ファンの方が、そう、例えばチーム A の人が、ファンの方がチーム宝石でとかで応募しない限りは一緒のはずなんだけどね。エミ、友達にめちゃめちゃ似てます。え、嬉しい、ありがとう。何、ダブルタワー、何何だ、誰ですか。ダブルタワーっていうのは私のギフトのとこに出てないんだけど。花火、え、でこのギフトのとこに映ってないよ。え、ギフトのとこに出てない。波動17期が強くなってさ、確かに。でもさ、なんかさ思うんだけどさ、17期生とかってさ、波動とかにさ出て、夜のさ時間帯とかに波動とかに出るとさ、公演できなくなるよね17期って。それ結構みんなで話してるんだけどさ、絶対公演させてあげた方がいいのにねって話してる、いつも。17期だってもうさ、ほぼあれさ、波動って半日使うじゃないですか。半日さね、ファンの方、あのなんだっけ、本題で戦うわけでもないからさ、かっちゃんさんから、え、花火タワーってことなのかな。え、ありがとう。なんでここに出てないんだろう。ありがとう。花火タワー、タワーの本分のタワーってこと。花火、え、ありがとう、嬉しい。花火タワー。今日の公演で自己紹介の時、年齢は何歳まで言ってたって話題があったけど、エミは何歳まで言うて。え、一生一生いますよ。かっちゃんさん、花火タワーありがとう。ありがとうございます。年齢ね、波動初めて行く、ビビってる大丈夫だよ、波動楽しいよ。見ていると楽しいと思う。結構メンバーにも近くで会えるし。ただね、曲披露とかがないんですよね。ね、1曲ぐらいやってもいいのにね。そう、曲披露がないんですけど。今日寒い中頑張ったあやりんに花火タワーです。ありがとうございます、嬉しいです。あ、ニューヘアにしてきて。あ、いいね。どんなのにしたの。
席が後ろかも。あ、そっか、宝石、宝石だよね確か。あれ宝石って言ってたよね。行くね。もし17期はレッツゴー研究生公演するとなったらやみちゃん反対？反対は別にしないけど、16期に、それはだったら16期にさせてくださいって言っちゃうかもしれない。今日さ16期だったじゃないですか16期みんながね、だからみんなとお話ししてさ、レッスンの前とかにちょっと集まっ時間があったからみんなで喋ったりしてて、なんか改めて16期って、ま、なんか真面目だったなってすごい思うし、なんかみんなで厳しく、なんかあの時はすごい厳しかったって思うけど、いろんな研究生ルールとかがあって、だけどさやっぱそれがあってなんか結構16期のこと褒めてもらえたりすることとかが多かったから、なんかやっぱ今思ったらあんないろいろルールがあってよかったよねっていう話になりました、みんなで昔話で盛り上がってた今日。なんかさみんなみんなでさうちらってさみたいな話になって、結構コンサートとかって昔はあの姉妹グループさんもいたから本当に楽屋がもうパンパンだったんですよ、ぎゅうぎゅうだったし、まあ、姉妹グループさんがいなかっ同じ楽屋じゃなかったとしても AKB 自体もさ今よりも人数多かったじゃないですか、全然ね、だからぎゅうぎゅうで16期さ楽屋とかだったの、あ楽屋の外とかだったんですよ、もうそもそも楽屋が、楽屋に人数収まりきらないからだったよねみたいな話とか、なんかその楽屋が外だった時の面白いエピソードでみたいな、みんなでさバッグぎゅうぎゅうに置いてさみたいな、なんか中バッグの中のおにぎり毎回潰れてたもんでめっちゃおもろくないですかそうバッグの中のさおにぎりマジで毎回潰れてたからねみんな言っててめっちゃ笑いました今日。そう他にもいろんな話、そういろんなので笑って、そうでも総じて厳しくしてもらえてよかったよねみたいな、ね、やっぱ先輩からもさ褒めてもらえたりとかさすることが多くてさ、そうでなんか真帆ちゃんが、そう真帆ちゃんがなんか研究生の楽屋ルールみたいなのを毛利さんで言ってるのがなんかちょっとバズってるというか、なんか結構 TikTok で回っ、あの私もさ AKB の結構見るから TikTok だから自然と AKB のが回ってくるんですよ、でメンバーにも回ってたらしくて、そのメンバーの TikTok にも他のメンバーのにも回ってきてたらしくて、それの話にもなって、で改めてみんなで研究生ライン見返したの、なんか真帆ちゃんがなんか携帯本当は使えないけど使っちゃダメだけどどうしても衣装の写真が撮りたくてこっそりトイレに持ってって写真撮りましたみたいな話してて、で真帆ちゃんがもうバレたら16期さんとかがめっちゃ怖くてみたいな、もう長文で研究生ラインにバーってルールが送られてきてみたいな真帆ちゃんが言って、でみなみが16期は結構みんな真面目だったからなんかドラさんがちょっとでもそういう携帯使ってたりとかしたら結構、いや私たちも携帯ちゃんとずっと我慢してきたし先輩たちも我慢してきたからっていうのでなんか言っちゃってたかもしれないみたいな、確かに言っちゃってたみたいな、そういやでも怖くはない、怒んなりはしないけど、でも確かにあの LINE 見返したんですよ研究生 LINE のね、そしたらもうルールがブワーってノートに貼られててちょっと改めて確認してくださいみたいなそうだ真面目、それ怖い感じじゃないけど、でもなんかそれってなんでかって私もめっちゃ言われてて、そのドラさんには16期が教えてあげるんだよって、特に研究生期間がさかぶってた16期、私とかずんちゃんとかかおりちゃん、かおりちゃんじゃないはーちゃんとかさみなみとかさきぽんとか何人かいるけど、そうだしやっぱ先輩もなんか研究生に対してとかドラさんに対してなんかちょっと思うことがあったりしたら16期に言われてたりしたから、こうこうこうでみたいな、だからやっぱ16期は16期、特にその時研究生だった16期はやっぱなんか先輩に
ね、やっぱ先輩が AKB を引っ張ってくださってるから、それを研究生が足を引っ張りたくないっていう思いがやっぱみんなすごいあったから、なんか先輩からの見られ方も、ね、そういう携帯使ってたりしたらやっぱ変わ、なんで劇場で使ってんのってやっぱなるし、先輩が見てなかったとしても例えばメイクさんとか衣装さんがさやっぱ思うじゃないですか、ね、だからそういう見られ方とかもあるからみたいなのがバーってラインであってでみんなで大爆笑してましたなんか携帯のルールみたいなノートに貼ってあって、携帯のルール、なんか携帯のルール、劇場一切禁止、コンサートの時写真とかメールに送る関係のことだったら活動に関する映像、フリーの映像見たりとか、活動に関することなら開いて OK みたいな、バスの中フリー V をどうしても見なきゃいけない時だけ OK とかなんかそんなの書いてあって、もうみんなでめっちゃ笑いました。でもまあね、それは先輩からずっと続いてるものだからさみたいな。で私たちもそうマネージャーさんに最初に教えられたし、いろんなルールね、私めっちゃ最初のマネージャーさん確かに超厳しかったけど、でも今思えばああやってマネージャーさんが怒ってくださなかったらきっと先輩方からもなんか16期ってこう悪く見られたかもしれないし、よかったなって話になりました。今日私今日来てくださってたマネージャーさんがその16期の最初の頃すごい怖かったマネージャーさんだったんですよ。でも今となってはそのマネージャーさんも含めみんなで笑ってる話してるから、そう、携帯がなんで昔からずっと禁止かっていうのは、携帯触ってる暇あるなら練習しようっていう、研究生なんだからっていう。でもさ、研究生が携帯使えないって結構有名な話ですよね。私が AKB 入る前も知ってたもんその話。そう、あとなんだっけ、あとなんかで笑ったんだよな、なんだっけな、忘れちゃった。あ、そう、あともともとその14期さんとか14期さん15期さんを見てたマネージャーさんなのかな、もういて、でなんかその14期さん15期さんとかその研究生も黄金研究生さんたちのなんかルール、ノートに貼ってある LINE とかのノートに貼ってあるルールかなを16期に送ってくださったりとかもしてました。そうとかの話でめっちゃ面白かったです本当に。そのマネージャーさんが名札を忘れたら家まで取りに行きなさいって言ってたマネージャーさん、そう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 今日笑いながら話してました。で今日そのマネージャーさんがさ、今日16期が集合写真撮ってたらさ、一枚だけ混ぜてくださいみたいな言って、なぜかそのマネージャーさんとみんなで撮ったんですよ髪型とか髪色変えちゃダメみたいなやつは聞いたことあるけど、あー髪型はね確かに研究生固定ですね。そう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 、そうナナさんかな、ナナさんがまとめてたルールみたいなのを16期にも送ってくださったりとか、まあそんないろんな昔話で盛り上がりました。もうめっちゃ面白かった。やっぱなんか同期と立つステージ楽しすぎて、もう本当にレッツゴーしたいです。でレッツゴーって本当にいい公演だなって今日思いました、改めてね、そのリバイバルを見てて。本当に研究生の時いっぱいルールあったよ。あとなんだろう、名札はもちろん、うん、あとなんだろうな、なんか挨拶とか、ルールこそり破ったことないです、一切携帯とか出せなかった。あとなんだろう、あレッスンの時ツインテールはダメとか、それはどんな理由でか忘れちゃったけど、そんなのもありましたね。研究生のルールは有名なもの結構あるよ、ね、うん、あと掃除は絶対先輩にさせないとかね。もありましたね。レッスン場とか楽屋の使い方ルールとかもあったでしょ。あるあるある。でもだからなんかね、すごい思うのはやっぱ16期すごいいっぱい教えていただいてたからっていうのもあるけど、
やっぱみんなジュロキはもうセンサーがすごいんですよなんかだから楽屋とかも先にやっぱさ後輩が先に着くじゃないですか楽屋にね。で椅子とかがバーって埋まってて、で後から来た、後からというかまあ集合時間なんだけど、普通に後から来た先輩とかがいて、あもう椅子空いてないなって、先輩が椅子探してるなと思ったらもう荷物まとめてポンって立ってるの16期だもんこの前思った武道館の時に、もうすごい買った、なんかまとめてこうやって立ち出してたらのはみんな16、そう16期だった、なんかすごいなって思った。その時はあんま思わなかったけど、なんか周りの人に言われて気づくよね。そうでも普通にそんな、あすいませんどうぞどうぞどうぞみたいな、なんかそんな感じじゃないですよ、あここいいですよみたいな、空いてますよみたいな、そんな感じ、なんか先輩が怖いとかじゃないですよ全く。でもそう、みんな常にセンサーが働いてるのかもしれないね、またレッツゴーやりたいな。楽しかったです今日のステージ。今日はね、瀬戸里はね、覚えてるかな、ハロウィンナイト、いやそう本当に昔の方がもっとね厳しいか分かんないけど大変だったと思う。ハロウィンナイト、ファーストラビット、君のことが好きだからですね、オープニングは。で久しぶりのリップグロス、大騒ぎ天国、ビンゴ、言い訳メイビーで、最後に抱きつこうかでした。今日はそんな感じでした、今日のセットリストは楽しかったですね。ね、大騒ぎ天国もなんか有名っていうか、なんか定番楽曲になってきましたよね、フェスの。嬉しい、ドボンコンサートとかでもやってて嬉しかった。え、なんかさ、ドボンコンサートのさ、多分大騒ぎ天国撮影かだったのかな、でさ、ナルさんがさ、チアダンスの仮装衣装してたんです、着てたんですよ。めっちゃ可愛かったの、大騒ぎ天国、本当に大騒ぎ天国可愛かったなんかもう一瞬このボン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 を両手に持ってたから、ハンドマイクじゃなくてヘッドセットだったんですよ。本当に可愛かったハロウィンナイトはハロウィンだからかな、普通のフェスではやんないよね、やっぱさ、真夏とかにハロウィンナイトやりだしたらえってなっちゃうからなのかな、わかんないけど、ハロウィン限定ってイメージ。あ、そうそう、アミさんが載せてたやつ可愛すぎた。ハロウィンナイトね、いつぶり、最後に踊ったの本当にいつだろう。でも16期でさ、ハロウィンの公演したのが最後な気がする。そんなことないのかな、でもそれ以来な気がするけどな、多分ね、多分そんぐらいな気がする。久しぶりだったハロウィンナイト。ハロウィンナイトね、私ね、もう何を勘違いしてたのか、今日違うポジション覚えてっちゃっててそう、違うポジション覚えてっちゃってて、でよし、じゃあみんなでリハしようってなって私が膝やろうって思ったら、同じところに他のメンバーがいて、あれ何番何番のとこって言って、何番って言って、私もそこ覚えてるってなって、見返したら私が間違えて覚えちゃってて、そう、見間違えちゃって、でもあんまり歌割りとかも変わんなかったし、そう、あのこういうさ、表がさ 1,2,3,4,5,6,7,8 人こうやって並んで届くんですよ、名前がね。この例えばハロウィンナイトは1から8まであって、上にバーンって名前が並んでてみたいな。で私は3なんだけど、なんでか分かんないけど4だと思っちゃってて、4を覚えちゃってたの。
そうだからこう隣同士だからね、あんまり歌わりとかも変わらないし、ほとんど一緒だったんだけど、大丈夫だったよ、すぐリハで覚え、あんま変わんなかったから。そうそんな大変な覚え直しではなかったけど、そうマジで焦りました最初かおりちゃんのところを間違えて覚え、そう、まなかちゃん、みなみ、私、かおりちゃんなんだけど、私はなんかこのねえ、そう、間違えて覚えちゃったの、かおりちゃんのところを間違えちゃったイラクしました。でもあんま変わらなかったからね、氏名とかもほとんどちょっと番号が変わるぐらい。結構変わっちゃってたらやばかったし、ハロウィンナイトあんま動かないしさ、立ち位置とか、だからまあ大丈夫だったんですけどそうで、ハロウィンナイトで次はね、あ、そう、なんかね、今回ね、みんなで2曲ずつ曲を出し合ったんですよ。で、前回ウルトラフェスがあったから、ウルトラフェスのに出てたメンバーと結構被ってたから、なるべくウルトラフェスとセトリが被らないようにってやって、まあ、みんなで2曲ずつ出し合って、私はビンゴと君好きを出したんですけど、どっちも通りました。そう、どっちもなんか多数決みたいなやつ、ね、最後決めたんですけど、そう、まあね、いろいろやりたい曲をあげたらキリがないので、みんなができるような曲、他にやってない曲で出てたのは何だったんだろう、遠距離ポスターとかゲッチューとか、そう、 あとね、最初に他にねバーって私が出した中だと、彼女になれますかとか、まあでもね、あ、まああとかっこいい曲やるならキャパシティとかラブトリップとかもありだよね。でもキャパシティはね、やったことあるメンバーないメンバーもいると思うし、ラブトリップもね、うん、でも楽しかった、久しぶりに抱きつ効果できたし、やっぱ抱き、なんかさ、何が嬉しかったって、抱きつ効果がやっぱなんか一番、抱きつ効果ってなった瞬間がファンの方がやっぱ結構みたいな感じになってたから、そう、嬉しかったです、それがまあみんな16期のファンの方っていうのもあるけど、ね、みんな、おー、抱きつこうかみたいな。でさ、16期のところを言おうってしてたんだけど、あ、ダメだみたいな、もうなってる、もうみんなが本当になんかもう好きってなったみんな最高ってあ、ダメなんだって言っちゃいけないってなってるみんなが愛おしかったです早く聞きたいね、大きな16期コール。なんかやめられないな、16期コール聞くまではもう分かんないけど、それはねえ、僕らさえ16期コールのこと知ってるもん、嬉しい。16期、まあ16期コールに限らずコール聞きたいね、心の中でちゃんとコールしてありがとう。皆さん11時半になったら教えてください。明日は波動ですね、波動、いやー、波動緊張するのよね、本当に。明日波動ジュロギ何人かいる、今日いたメンバーみんなじゃないけど、ナーミンとミナミとズンちゃん波動いるって言ってたな。みんなに会えるかな。やばい、前回は本当にエナジーがバカ強かったのでなので勝てたんですけど、
最終回だったのでシーズン1のなので見てる方もめっちゃ多かったからエナジーまとまりやすかったんですけど、明日大丈夫かな、できるかな、とりあえずチーム4の足引っ張らないように頑張ります。明日どこと戦うんだろう、初戦この前方が最初 B と戦ってたから、明日 A かな初戦ね。つよつよにしてみんな、私のシールド、シールドじゃないエナジーシールドとダンスかな、まずはね。ファンは誘惑に打ち勝つのが大変って聞いたそうだよ、もう推しメンがボールを回ってこないとき、推しメン以外のメンバーがボールを回ってくるときはもうね、絶対ね、みんな可愛いからさ、やっぱちょうだいなんて言われたらもううんあげるってなっちゃうから、もうダメです。みんなチーム4以外のメンのチームがボールもらいに回ってくるときはもうみんな全員目閉じてて、チーム宝石のみんなこうやってこうやってやって待って、こうやってやってとけばこうやって全員、それかもうみんな手は上こうやってやってて、みんなね、もうそんなちょうだいなんて言われたらさあげるってなっちゃうでしょ。そう、私に渡せばいいってこと。ささやかれたらどうしよう、ささやきに行こうかなで、そうそう、無理しないでねみんな自動になりそうだよ、もうとか言って目つぶってなきゃ頑張って誘惑に勝ってください。みんなそれを楽しんでるんだけどね、みんなは波動でえ、ささやきに行ったらくれるの、ちょうだいってやなやつ、もらえるサービスはもらっておきたくないそういう場じゃないよ波動は面白い、うん、そうだよ、メンバーみんなこうやって監視してるからね、自分の推し席をって楽しんでください皆さん。波動緊張する、やーなー、波動って本当に緊張するのよ、なんでか知らんけど。ニカニカ、他のチーム席からどうやってもらうの、いつもは、え、でもね、そんなに言うてみんなそんなに渡さないです、そんな感じがする、そんな他のチーム席からあんまもらうことない、うん、ちょうだいって。波動ってトータル何時頃に終わるんですか、え、9時とかそんな遅くなんないか、でも7時スタート、ん ?7 時スタート、6時スタートだっけ、波動って7時だっけ、だいたいいつも9時終わりとかじゃないっけねないっけね、6時過ぎるよね、やっぱなんかさ、チーム4ね、優勝した時いつもチーム4ラインが動くんですよ、優勝しましたってトロフィーの写真と一緒に、だから明日もそれをチームオンラインで送れるように、優勝しましたって頑張ります。でもさ、七瀬さん、ゆりなさん、私ってなんかみんなちょっとだけどんくさそうなんでさ、この前さ、まださ同点の時はちょっと延長があって先に1点取った方が勝ちなんですけど、でもね、ゆいりさんと七瀬さんが出てて、で同点だからもうすぐ5秒後とか10秒後に始まるんですよ、このままでいなきゃいけないのになんかゆいりさんと七瀬さん、あっ、いや、もう外しててマジで面白かった、もう七瀬さんが外してる間にシューンってやられちゃっててかわいい、可愛いですね、そんなとこもめっちゃおもろかった、まだあるまだあるって
あ、聞いてなかったんだ。そうなんだ。延長をまだ経験したことがなかったのかな、もしかしてね。私何度か延長の試合に出くわしたことあるから確かにポンポコさんのうち2人だから、言うて私もそんな頼りになるタイプの人じゃないので大丈夫かな。頑張ります。明日七瀬さんとゆりなさんと、じゃあそろそろスクショタイムしますか。まだそんな時間でもない。今日はねキリンになったんですよ。そうキリン、キリン写真も撮ったのでまた載せますね。あ、え、え、え、今やっと花火タワー出てきた。え、こんちか、こんちくわ。遅くなった、大丈夫だよ、ありがとう。キリンなのでアヤリンだね、うん。あ、わざとね、え、そうだよやめてよ、わざとだよ、あの事故が送ってんの。あれ漏れてると思ってさ、送ってたらなかなかよわざとに決まっとるやん。もちろんだよ。確かに触れなかったもんね、なんも事故がでーすとかむちゃこんな顔してるえ、わざとに決まってるじゃんわざとだよ、わざと、わざと事故が乗せたんだよ待って、みんな気づいねえあれ今さすがに漏れては送って、あ、間違えてね、間違えてない、間違えてない。みんなじゃあさ、早見これ送って大丈夫だったのかなって思ってたってことねえ。ちょ、嘘でしょメールにしか送れない事故が送っただけですよ。あ、合ってたんだ。5回ぐらい、5回ぐらいツッコミ声打って明けしてたねやばすぎる。だって「なんとかですか?」って言葉のあたり来てて「え、なんだろう、かわいいですか?」みたいなやつ。そんなこと書いてないか明日のメールではじゃあもう一回ちゃんと言おう。あー、キリンの衣装かわいいよねみたいなやつ、あとかな、もしかしたらごめん、わざと送ったんだよ。メールで言ってたアニメはワンピースを見ました。この前ね、ちょっともう武道館期間に入ってから全く見てなくて、でこの前やっと見ました。スラスラ見れるね、ワンピース。 1.5 倍速で見てるんですけど今日も寝る前に見ようかな、ちょっとでも普通に可愛かった、ありがとう。ハーページのウェハース買ってない、そこまではまだハマってないでもアニメ面白くて見てます。え、トノさんも倍速で全部見たって言った。え、そうなんだ。そう、 1.5 倍速で見るといいよってまほちゃんが教えてくれて、ねえ、ナールさんのすごかった、ウェハースワンピースの、それにさ、リプ、まなみさんが送ってたリプも面白かった。ワンピース好きなメンバー多いね。でもそうだよね、国民的アニメだよね。かおりちゃんが楽屋で次は誰が入ってくるか予想したけど、エミンが入ってきた時なんかリアクションしてた。あ、なんかみんな、なんか次誰が来るかなみたいな、なんか予想してたね。千話超えってさ、ちょっと最初に聞くとさ、ってなるよね。でもね、そう、この前も公園でコミさんと一緒に出た時に、そう、ワンピース見始めたんですよっていう話したら、そうなのって、ワンピースはいいよって、なんか伏線回収とかあったりとか、なんかその
前の方の話で出てきた敵が後から出てきもまた出てきたりとかみたいな感じなんだって。すごい、でもすごいね、ワンピースいいの。すごいなんかね、まっすぐなアニメなの本当に。わかんない、まだ20、1000話中20何話の人が何語ってんだって感じですけど、20何話まで見た感じにするとすごいなんかね、まっすぐなアニメって感じがします。うん、服のサイズ160ぐらいなのかな、私って服のサイズって。ね、すごいよね。だからワンピース好きなメンバー、真央ちゃんとかさ、なるさんとか、ワンピースのアニメにさちょっと載ったんだよね、漫画に。ね、え、だってさ、私さ、え、ドラえもんの漫画に載るってことでしょ。そんなんやばすぎるんだけど。やばいよね。来たばかりだけど眠くなったので失礼します。おやすみなさい。ありがとう。ゆっくり寝てください。おやすみなさい。ワンピースは姉妹グループでも大人気。そうなんだ、もうすごいね。世界各国で人気だもんね、ワンピース。キャプテン、再来週あたりワンピースの人形劇みたいな仕事来てて。あーね、見た、なんかちょっとすごい。え、そう、しかもさ、なるさんとさ、ひゆかちゃん2人とも映画みたいな、あれってどこで見れるんだろう。どっちも見たい。なんか予告はね、 YouTube で流れてきて見たんですよ、予告みたいな。多分絶対地元とかの映画館では見えないですよね、限られた映画館とかなのかな。見たい、めっちゃ。絶対見に行く、映画見るの好きだから。明日朝早くから寝ます。おやすみなさい。おやすみ、いい夢見てね。推しが武道館行ってくれたらっていう漫画があるの。なんかすごい面白そうな題名だね。ネットフリックスの39歳っていう韓国ドラマおすすめ。何それ、ちょっと見てみようかな、チラッと。あの番組説明みたいな、番組説明39歳ね、 OK。 11月15波動行こうか迷ってる。お、もし予定が合いそうならぜひぜひぜひ来てください。ボールちょうだい。え、みゆさんが出演する映画もあるの。そうなの、すごい。チーム4で見に行く、全部見に行く、3つとも全部見たい。みゆさんの予告みたいなの載ってるのかな。もう確かにみゆさんなんか撮影してましたよね。それなのかな。ひゆかちゃんのもね、なんか面白そうなお話だった。あ、みゆさん来年の秋、あ、そうなんだ。波動の終わり時間は9時ぐらいかな。最後めっちゃ泣けるよ、恋愛も友情も楽しめる。そうなんだ、見てみよう。ね、なんか目が、右目がなんかずっとゴロゴロしてる。孤独のグルメってドラマおすすめだよ。言ってしまえばおじさんがご飯食べてるだけなのに面白いの。孤独のグルメ、それは何で見れるんですか。ネットフリックス。波動はやっぱり平日が多いね。まだ土日にやってるとやったことないかも。私ずっと平日かも。そう、波動ってさめっちゃ疲れるじゃないですか、すごい動くからね。だからもうね、優勝して帰る時と最下位で帰る時どっちも味わったんですよ私。初めて出た時は最下位で終わって最下位で帰宅するんですよ。でもこの前はもう第1位だったから優勝者として帰宅するんですね。もう
全然違う足取りが、帰り道の。本当にね、あの優勝した日はなんか跳ねてたもん、帰りながらパスもポーンってやってそれぐらい違うから、やっぱね帰り道のためにも勝ちたいですね。そう、やっぱお台場からさ帰るって、よし帰るぞって気合い入れなきゃさ、電車もさ波動の帰り道だとちょっと疲れるしさ、もう全然違う、負けた帰り道と優勝の帰り道、そうどっちも味わったから最下位の帰り道と優勝の帰り道は全然違ったね、本当にね。2位とかだったね、なんかそれもさ、なんかもうボロ負けの2位だったらまあもうしょうがないかってなるけど、1点差とか惜しい負けとかだったらもしかしたら余計最下位よりもしかしたら悔しいかもしれないね。ねえ真央ちゃん泣いてたの可愛かった。永瀬さんとは初めて一緒に出るから楽しみですね。ゆりなさんとはもう2回目です。前回でも、前回ゆりなさんとペアで1回もやってないから、そうねえ、この前のやつめっちゃかっこよかった。だってもう絶対負けちゃったって思ったもんね。波動の時みんなが撮ってる映えスポットでの写真供給より、ああね、あそこで撮りたいけど、終わってからさ割と私すぐ着替えちゃうの、いつもすぐ片付けしてすぐ着替えちゃうから、そうすぐ帰りの準備したりするから、そうでも終わってからね、昼間あのあそこで撮ったことは何度もあるんですけど、終わってからだとさ、いつもメンバーもさ着替えみんな早いイメージだからさ、早く着替えなきゃと思って早く着替えそうになって着替えちゃうの。そう、うん、うん、ねちゃちゃちゃっと着替えて確かに私服で撮るとかね、撮れそうだったら撮るね明日。あでも前回も撮ったかな、なんか載せた気がする、メールとかに。まあんま景色映ってないかもだけど萌えゼリフも楽しみです。言いませんよ、私は最下位にならないので公園たち、私の別に楽しみにしてるわけじゃないか変な勘違いしちゃった。 T シャツだと寒そうね、確かにもう寒いかもね、外明日とかだったら。漫画アプリで読んでる漫画とかはないです、漫画読まないんですよね。波動って座って見れるの、うん全員座り見たような気がする、うん前回撮った気がする、ちょっとイエーイって優勝したからご機嫌。明日はクラナナナナチーム4のスタイル3みたいな感じやね。いやそんなユリナさんとナナチさんに並んでるほどじゃないですけど、ね、でも2人ともほんとスタイル。明日あやみにボール渡すぞ、うわもらいに行くね、ありがとう。波動見てたらやってみたくなる、え分かる、そうだよね、見てたらやりたくなるよね波動って、絶対もうちょっとそこってなるよね絶対見てたら、あやみ違うよ違うよみたいななりそう見てる方もあ5分前です、じゃあスクショタイムしますか。あ確かに、でもスタイル神セブンのメンバーだ明日そうだ確かに全員そうだ、イエイ、よしじゃあスクショしますので、皆さんやってほしいポーズがあったらぜひ送ってください。よーいスタート、こんばんはこんばんは、見てるこっちも波動はドキドキ、あわかるわかる超わかる、ジロキ、はいチーズ、波動頑張るぞポーズでお願いします。キリン、
次ハート、寒かったポーズ、なんかわかんないけど今息止めちゃった寒かったポーズしながら息止めてた今ちょい悪い感じ、感じの闇欲しい。どうかったどう映ってないね。ボールちょうだい ボールだよこれ頂戴。私のボールあげるじゃん。この足跡は？もしかして？閉めてよ。見えちゃった。あ、マロンって言ってるよみんな。マロンだってみんな。マロン、いで。マロン、タコする？タコする？なんだよ。じゃあ私がマロになる。マロン、ねえねえマロン。ダメだ、抱っこしようとすると逃げるわ。じゃあランキング読み始めますかね。では壇上の方をお呼びします。13位ケロちゃん、ありがとうケロちゃん。12位ライシ、ありがとう、今日もありがとうライシ。11位高野志護神さん、ひまわり嬉しい、ありがとうね、いつもありがとう。10位アルニストさん、ありがとう。9位ペンギンヒップさん、ありがとう。8位パタパタ高弘さん、8ありがとう。7位よしこちゃん、ありがとう。6位てるてる坊主さん、ありがとう。5位せいいちさん、ありがとう。4位 HK さん、ありがとう。3位なぎさちゃん、ありがとう。2位よいちさん、ありがとう。そして1位かちゃんさん、タワーもありがとうございます。イエイ、壇上の皆さんありがとうございます。最後にリコリコポーズして終わろうかな。では皆さん、明日波動来てくださる方はよろしくお願いします。そして来れない皆さん、来れない皆さんはもうぜひぜひアプリから応援してください。ワウライブっていうアプリでお家からも応援できるし、ワウライブってアプリ入れれば
ねねだそう置いたら来ないんだよ。ワウライブっていうアプリを入れれば、ワウライブっていうアプリを入れれば、ワウライブっていうアプリを入れれば、見ることもできますので。ダメだもん、マロンがなんかリビングに興味津々だわ。マロンくんです。マロン、マロン今日も一緒に寝ようかね。やだマロン、かわいい。長友マロンくんです。僕の名前は長友マロンです。一番好きな人は長友あやみちゃんです。マロン可愛いなぁ。やだよ、ダメだよ、ダメだよ。尽くししてください皆さん。可愛すぎる、可愛すぎる。そう、あったかいの本当に。こうやって一緒に寝ると、まだみんなが今写真撮ってくれたって。うん、やだやだ。はい、わかったよ、わかった、ありがとう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 ね、わかったよ、ありがとう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 、わかったよ、大好きだよ。今日も一緒に寝よった。では皆さんは一緒に寝ることができませんので、いい夢見てください。明日は波動よろしくお願いします。そしてツイッターとかもいつもコメントくれてありがとうございます。しっかり見てます。インスタも、この前のインスタもたくさんコメント、皆さんありがとうございます。メール読んでくださってる方もありがとうございます。もしまだフォローしてないって方がいたら、ツイッターとインスタグラムとショールームと755と TikTok フォローしてください。あとメールももしよかったら取ってくれたら嬉しいです。皆さん今日ね、会場に来てくださった方、すごい寒かったので本当にあったかくしてお風呂使って温めて、体温めて出てください。まあね、今日見に来てなくてもね、外皆さん寒いのでね、温めて寝てください。マロンのお家に映ってた。みんな今日もありがとう、応援してくれて今日もありがとうございました。ではまた明日、波動優勝できるように頑張ります。一緒に頑張りましょう。ではさようなら、みんな大好きだよ、ありがとうね。